めんどくせえことになっちゃって。え？会長が俺と村瀬のことで怒ってんだってよ。お前の組にやってもらいたいことあるんだけどな。ええ。ま、俺の組の中で話そう。おい、これ俺が免許持ってんだろ。先輩、それじゃ村瀬組に喧嘩売ってるようなもんですよ。向こうだって同じようなことしてるじゃねえか。先輩、俺丸坊ですからね。いつまでも先輩先輩って言ってられませんよ。そうか。だったら金持って、とっとと帰れ。新田さん、新田義明さんどうぞ。あ、あと、女の車変えた方がいいですよ。いくら途中で乗り換えてもバレてますから。調子こいてんじゃねえぞ、この野郎。ボクシング強かったんですか。勝ったの見たことねえよ。偉そうに。夜中腹減んないですか。腹減ったな。この人ね、この辺にうまいラーメン屋の屋台来てるらしいんですよ。あ、そっか。行きませんか。はい、来てな。だけ夜行きましょうね。あ、そうだな。ビールビール。何これ、60万って何ですか。1万円くれたら喋ってあげるよ。いくら飲んでもそんないかないでしょう、こんな安い酒で。てめえ払わねえのか。何ですか、あなたは。お前いつ払うんだ金よ。教官に言うぞ。お前さっさと払えよ、この野郎。そんな大金持ってるわけないでしょう。どうしよっか。今払えよ。お前ダメだ、やっぱ俺の首もかかってんからよ。今払え。うちの事務所が近くにあるんで、そこまで一緒に来てもらえますか。そこで払いますよ。じゃあ行こっか。はい。じゃあ出てくるわ。俺先行けよ。はい。あ、もしもし、木下です。はい。うん、あのさ、今コープさんの方から帰るところでして、100万ばかし用意しといてもらえねえかな。うーん、あの、実はさ、ヤクザの店入っちゃってさ。たまんないよ、もうよろしく。うん、はい。たまってんな。おまだ。すいません、あの、すぐですから。僕は、はい、どうぞ。池本組ですか。100万円だったか。持ってけよ。いえ、結構です。結構ですってなんだよ。池本組だって知らなかったもんで。池本組だったらタダなのか、この野郎。てめえ金取りに来たんだろ。さっさと持って帰れよ。うん、持って帰れっつってんだよ。喧嘩するか、おら。大友さん、うちの若いもんがとんでもないことしてしまって失礼しました。
けんどこら、これ許してもらえませんか。村瀬はどうしたんだよ。こんな発射がねえとガキの指持ってきやがって、何が詫びたくねえやろ。親父は外交で来れねえんだ。お前が親分の代わりかよ。俺だって頭やらしてもらってんだ。今日のところは俺の顔取ってて、これ収めてくれ。何言ってんだよこの野郎。頭なら若い者の責任取って、てめえが指詰めろ。こんなつまらねえことで俺の指詰めれるか。こんなつまらねえことだどこの野郎。てめえら池本組に喧嘩ふっかけておいて、テフラもできない。なんだ、舐めてんのかこれだ。そうは言ってねえよ。言ってんじゃねえかよ。悪かったよ。悪いと思ったら指詰めろよ。やめろよ。ふざけて言ってねえよ。指詰めねえぞ。やってやっから東京持ってこいこの野郎。兄弟、この辺で収めてくれや。ああ、ところだよ、会長からもらえるって話、うまくいってんだべ。おう。誰がそんなこと言ったんだよ。この前の話じゃ足りねえってんだよ。少なくともお前んとこのシャブの流れに半分もらわないとな。そりゃ話が違うじゃねえか兄弟よ。嫌ならいいんだぜ。お前は事務所に行って気にしてもらったっていいんだからな。シャブの件は会長に内緒にしといてやるから。杯欲しけりゃ金持ってくのが今の世の中一番じゃねえのか。お前よ、俺が次回行って待ってくんねえしよ。ほら、お前の知識過剰なんじゃねえか。おい